どうも、かつやしです。今日はですね、こちら行きたいと思います。じゃーんと、コンバースのオールスターでございますね。これね、コンバースの聖地と言われている神戸の柿本商店さんで購入いたしました。まあね、品番的にはね、至って、まあ普通に買えるモデルではあるんですけれども、やはりね、柿本商店さんで買ったっていうことにね、このね、付加価値があるんじゃないかなと思ってですね、もうね、思わず購入してしまいました。もう本当記念の購入でございます。記念で買っちゃった柿本商店さんで記念のオールスターゲット。開封はね、また後日。いっぱいある。で、僕今までコンバースのオールスター何度もね買ってるんですけども、なかなかね、こう自分になんか馴染むようなフィットするようなものがなくてですね、ただね、これ、まあ僕も結局行ったんですけども、わかんないわけですよ。なんかわかんないんで、でもね、隣にね、いたお兄さんがめっちゃ詳しそうな方だったんで、ちょっとすいません、聞いてもいいですかみたいな感じで言ってて、まあそれだったらこれ買ったらいいんじゃないかなっていうふうに教えていただいての購入です。ということで、開封いきたいと思います。いきますよ。まずね、こう蓋をこう開けます。お、出てきました。早速出てまいりました。今回ね、このホワイトのローカットにしました。いやー、これいいな、これいいな。でね、じゃあ2つともとりあえず出そうか。まあ、こんな感じですね。じゃーんと来ましたね。いいですね。ローカットはね、ほんと久しぶりですね。で、ここ、メイドインジャパンの刻印がございます。いや、これはね、で、今回サイズなんですけども、通常ね、いつもね、もうこれ28選ぶんですけども、まあ、ローカットだし、このね、ここら辺のクッションが、まあ、ないので、まあ、一回試着してみたところ、27.5 がね、結構バッチリハマったので、27.5 にしました。これね、クッションがね、もう普通の、まあ、4000円、5000円台で売ってるコンバースのオールスターってクッションがちょっとあんまりないんで、かかとがやっぱ僕痛くなっちゃうタイプなんで、今までね、だから何度も、まあね、なかなかいいものに巡り合えなかったんですけど、だったらね、これクッションがいいからこっちの方がいいんじゃないかなっていう風に勧めてもらっての購入です。これやっぱかっこいいっすよね、この。白に対してのこのブラックのライン、モノトーンな感じがですね、使いやすいんじゃないかなと思っての購入でございます。なんかね、やっぱかっこいいな、ローカットね。なんかね、僕やっぱローカットのスニーカー結構持ってて、まあそういった意味でも、まあ今までなんかコンバースっちゃハイカットをずっと買ってたような感じなんですけども、ローカットやっぱいいっすね。このね、紐もですね、このコットンの紐でございます。これじゃあ詳細だけ、まあ見てみましょうか。まずこちらですね。こうタグがついてございます。で、コンバースのオールスターでメイドインジャパンのモデルですね。で、ソールの方、こういったような感じでございます。で、横から見た感じですね。で、前ですね。で、横。で、後ろ。で、ここね、ここのね、感じがね、少し違いがあるんですよ。なんかね、うまく表現はできないんですけども、なんかこっちの方が、なんか、ここが小さいのかな？なんか言ってたんですけども、なんかそういった意味も含めて、まあ見た目もやっぱかっこいいよっていうような感じだったんで、まあ確かにそういう風に言われたら、なんかめっちゃかっこよくなって見えてきて、いや、これめっちゃ欲しいなと思って、しかもせっかく柿本商店に来てるから、これ買わなきゃいけないだろうと思っての購入です。で、タグの方こんな感じですね。こんな感じです。で、インソールは剥がれないけども、インがね、こういうような刻印がされてますね。クッション性的にね、めっちゃ良さそうな感じはありますので、まあ、これはね、ほんと、手放したくない。せっかく柿本商店で買ったコンバースのオールスターだったら、付加価値ありますよね。一応だから、片一歩だけ出てって、全部ね、ビニールでね、入ってて、ここでくくってあるんですよ、ビニール。で、ビニールから出して試着するような感じでございました。今までね、28とか買ったんですけど、これだったらね、27.5 がね、結構いい感じのフィット感があったので、僕だからハイカットがね、ここがね、結構きつかったので、
だからこの前買ったねオールスターもね手放してるんですけども、やっぱ足の甲がね締め付けが痛かったんで、ローカットの方が僕の足には合うのかもしれませんね。で値段の方が、定価だから12,000円なんですけども、消費税がなんかね 5% らしいので、そこのお店はですねまだ 5% らしいので、まあ少し安くは買えたかなっていう感じですね。確かにネットとかの方が安かったりするんですけども、やっぱりねもう何度も言うんですけど、柿本商店で買ったこれにね付加価値あるんじゃないかなと思います。ではね実際ね履いてみたいと思います。あとは、パンツ類もまあ 4,5 本ですね、 2,3 本 4,5 本ですね履き比べていきたいと思います。では別の場所に移動です。はい、いかがでしたでしょうか。今日はですね、こちらでした。柿本商店さんで購入いたしました神戸のコンバースの聖地ですね。柿本商店さんで購入いたしましたコンバースオールスターのローカットですね。メイドインジャパンモデルですね。こちらのご紹介でございました。ご紹介というか自分で買ってイエーイっていうような感じなんですけども。いやー、これで僕のコンバースのね、買っちゃう、売っちゃう、買っちゃうっていうの繰り返しがついに終わるんじゃないかなと思って、ほんとね、なんかね、いや、これは買ってよかったアイテムになるような気がしますという形で終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。おかつでした。ではまた見てください。
黒も欲しくなる。あと、海外とかの CT70 だったっけ、そのあたりもね、なるべく手を出さないようにはしたいなと思うんですけども、なんか手を出していくんでしょうね、おそらく僕のことなので。 OK、 行くよ。じゃん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 。これ撮ってる時は音楽でわからないからオフショット、定点カメラにしてる。オフショットはこんな感じで、こんな感じで、どうでしょうか。これさっき正面向いたけど、このまま歩けない、失敗した。どういうこと？遠くに戻ってこんななっちゃう。 OK、 終わり。